今回はいつもの4人で水平思考クイズをやっていこうと思います。イエーイ。何それ。水平思考クイズというのはですね、2人以上のグループで行います。1人が出題者となり、他の人は質問者となりまして、イエスオアノーで答えられる質問を出題者にしていきます。ストーリーに関係ない質問については、関係ありませんと答えてください、はい、質問者は質問をすることで出題者が考えているストーリーを推測し、真実を解明することができればゲーム終了です。はい、おなるほどね。なるほどね。はい、みんな楽しみでしょ。ねえ、まあ謎解きっていうのはやっぱり人生でね、やっぱワクワクすることの一つですから。はい、これはね、私のわがままで取らせていただいてます、はい、いやみんなやりたいよねこれね。うん、はい、私が好きなだけです。まあちょっと変わったクイズですよね。推理要素のあるクイズということで、なんか、はい、謎かけるクイズみたいな、ちょっと変わったジャンルの遊び方となってます、うん、はい、なんでみんなもね、一緒に考えながらやっていきましょう。はい、はい、じゃあおばしさん出題者ということで、よろしくお願いします、はい、いいすっきりするようなね、ちょっと問題を出します。よーし、はい、当てるぞ。いきます。学生時代のクラスメートから電話があった。電話の内容は同窓会を開きたいという連絡でした、うん、当日私は悲しい気持ちで会場に向かった。なぜでしょう。いや、チーギューだったからだべ。わかりますわかって。いいえ、いじめられてないんですね。チーギューではないんですね、要はね。そうっすね、パリピっすね、多分。同級生は誰か亡くなっていますか。いいえ。同窓会開きたいっつって葬式ってサイコパスすぎるでしょ。その向かった人は独身ですか。いいえ。あ、独身ですか。ごめんなさい、わからないですね、それは。わからない。関係ない。関係ない。なぜだろう、チーギューも関係ないですけどね。ルックス関係ない。関係ないんだ。陽キャかどうかは関係ありますか。いや、関係ないですけど、多分陰キャだと思います。多分陰キャ。はい、友達がいなかったからだ。いいえ。みんな結婚してたから。いいえ。その人は卒業式に出ましたか。関係ありません。その人は好きな人がいますか。関係ありません。嘘。いい質問だと思ったんだけど。はい、はい、参加者が少なかったから。いいえ。はい、その人は会場に行くまでに嫌なことがありましたか。ありません。関係ありません。その人は無職ですか。いえ。あ、それはむしろ逆にいい質問かもしれない。嘘。いいえです。無職ではありません。なるほど。一番いい質問ですよ、実は今のところ。嘘。今のか。ごめんなさい、なんか平木さん同族嫌悪できなくて。すいません、その人は無職だったらいけねえよな、恥ずかしくてな。平木さんとは違う理由でいけないんですよ。コンプレックス的なあれではなく、一応言ったけど悲しい気持ちで向かったんですね。そう。はい、仕事が長引きましたか。はい、関係ないです。はい、同級生に同じ職種の人はいますか。わかりません。関係ないです。同級生から連絡来たんでしたっけ。そうです。クラスメイトだよ。クラスメイトから連絡来た。仕事がある。もうちょっとあれだね、誰かいい質問ぶつけてイエスとかノーって言われる。そうだね。はい、はい、はい、なんでしょう。電話が来たっていうのはターニングポイントになりますか。なります。なるんだ。電話が大事なんでしょう。そうですね、電話でもメールでも。はい、はい、その連絡が来てから同窓会が開かれるまでは期間が空いていましたか。関係ないです。関係ない。はい、期間関係ないですね。わかった。はい、その日にリストラを宣告されちまったんだよ、そいつは。あの、無職じゃないですだから。でもそれ答えでもいいと思う。あ、待ってよ。その日、他の予定はありましたか。ある意味あります。ある意味、はい、ある意味ある。いい質問だよ。ある意味、ある意味あります。いい質問だ。やっぱ同窓会に向かう前に仕事でミスっちまって上司に怒られたから。いいえ。はい、違います。はい、予定は同窓会の前にありましたか、それとも後ですか。あ、ダメだ。同窓会の後の予定ですか。
ん？その他に予定があるっちゃあるって言ってたじゃないですか。その予定っていうのは、あ、それはね、捉え方を間違ってます。え？こっからはノーヒントで。あ、え？何それ、捉え方を間違ってる。あ、いや、あね、根本を多分ね変えないとこれ答えにたどり着けない。根本？そう、同窓会を開きたいという連絡が来た。当日私は悲しい気持ちで会場に向かった、うん、はい、はい、同窓会じゃなくてお葬式に行った。だからさ、そのなんですぐ殺したがるか、お前ら無職にさせたがんの。え、待って待って、聞いたかもしれないけどさ、同窓会は開かれたんでしたっけ？同窓会は開かれてます。開かれてる、はい、会場に向かった。絶対死んでるやん人。いや、あの、大丈夫です、誰も亡くなってないです。同窓会の日付を間違っちゃった。いや、ちゃんと会場に行ってます。はい、はい、その会場っていうのは同窓会の会場ですか？同窓会の会場です。嘘。確かに意外と伝わんないもんだね、こんなね。結構ね、言われたら答え聞いたら、あーなるほどって絶対もやっとしないよ、俺ちゃんと選んだもん。すごいスッキリする。なんかください、ヒント。ヒント、うん、ヒントもらっちゃうの、なんか違くない？やっぱさっきのサンプルはなしでやったんだから。そうか、じゃあうちらがグイグイ行かないといけないか。うん、はい、はい、悲しい気持ちになったのは同窓会の同級生は関係ありますか？あります。ありま、ありまだって。あ、同窓会に初恋の相手がいて、その人がもう結婚していた。関係ないです。あ、はい、はい、同窓会に行く前に、同級生。いえ違います。関係ないってことなんだ。うん、今ポイントとなってるのは連絡が来たこと、仕事をしていること、他にも予定があった可能性があるっていうこと。うん、そうです。なるほど、連絡が来た。そうです。それでメールでも電話でもいいんですよね？そうです。連絡でも同窓会をしたいっていう連絡だったんだよ、するじゃなくて。あ、そこが引っかかる。私でも同窓会は開かれたって言ってたよ、さっき。まあそうなんだよな。え、じゃあヒントいいですか？動くちゃん今のすごい鋭いです。え、嘘。でも開かれたんでしょ、同窓会、はいはい、やっぱり参加人数が少なかったから。それは関係ない、予定が他にあることと。名推理ウゴゴ、ちゃんと考えてる。名探偵ウゴゴ、名探偵じゃん。見た目は子供、頭脳も子供、名探偵動く。ただの子供じゃねえかそれ。え、むずいむずい。いやでもこれはクリアしたいな。ねえ、あー、なんか同窓会行こうと思ったんだけど、はい、水木奈々さんが結婚。あ、分かった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 。あの、殴っていいですよ、平井さん。こいつ殴っていいですよ、ボケ潰したかぶしましたからね、今。大変だな、今、マジで。いいよ、俺のボケなんてどうせしょうもないんだから。分かった、うち完璧に答え当てちゃうよ、いいよ。待って、先ざんげちゃんどうぞ。え、いや、私何も言ってないっすよ。え、なんか分かったみたいなこと言ってなかった？え、言ってない、言ってない、言ってない。動くちゃんです。じゃあ、動くちゃんお願いします。え、もう答えだよ、いいの？はい、いいよ。何？その会場は私の職場だった。正解。何それ。あ、すごい。答えは同窓会の会場は自分の職場で、スタッフとして同窓会を開きたいという連絡を受けただけ。自分は同窓会には誘われていないため、悲しい気持ちで会場に仕事しに行った。なるほど、すごい。エヴァすごいよ、天才。やっ、天才。それ陰キャだったから誘われなかったんじゃない？違う。だからどちらかといえば陰キャだよって言ったじゃん最初に。あ、なるほどね。なるほどね。言われたら同窓会って言っても関係ない同窓会だったのかな。え、ちゅうちゅう、クラスメイト、同級生か、クラスメイト。単に誘ってもらえなかったんや。やばいな、どちらかと言ったら陰キャっすね。いじめやんそれ。いじめやん。いじめではない。だってね、お前のホテルでさ、お前のホテルでさって来たらやばいけど、普通に電話してたまたま受け取った相手がね、地元の元中とかっていうのはある話じゃないですか、飲食店とかなら。なるほどね。あ、なんとかご一行って書いてあるけど俺呼ばれてないなみたいな。なるほど、すごい、ここ天才。5000ポイントありがとうございます。素晴らしい。では次の問題ありますか？もう一個ね、簡単ちゃ簡単、ただちょっとんって納得いかないかもしれないんで、要注意ですね。2問目、はい、ひねくれた考えでいきましょう。ちょっとひねくれてます、とんちきかないと、はい、第2問、
じゃれん。よくエレベーターに乗る男がいます。10階に住んでおり階段が嫌いです。はい、しかし彼はいつも7階で降り、そこから階段で家に帰ります。なぜでしょうか。はい、健康のため。違います。はいはい、はい、7階までは階段がないから。違います。エレベーターは7階、あ、じゃあ10階までありますか。あります。あれ、エレベーター階段が嫌いなんですか。階段が嫌い。うん、そうそう、階段が嫌いなのか。逆に考えてた。その男は性犯罪者ですか。違います。はい、分かった分かった分かった。はい、その人は身長が低くてボタンの7番までしか届かなかった。おー、正解。イエーイ、すごい。なるほど、なるほどね。やっぱひねくれてんのはザンゲちゃんだったんで、一番ひねくれてんな。全然スッキリしなかったわ。なんやそれ。ジャンプしろやって思った。ジャンプやだー、天才じゃん。私そうそう届かなかったっていう。私天才。やっぱウミガメのスープ最高に面白くないですか。どうですか、水平思考クイズ。ヒイラギさん、またやりたいですか。もう二度とやんないです。ほんとつまんなかったです。ひどー。じゃあ正解したザンゲちゃんどうでした。もう最高です。これパート5まで出します、とりあえず。じゃあ、あの一番難しいの当てた動きちゃんどうでした。あー、おもろかった。出題者のおばさんどうでしたか。もうやりたくない。なんでだよ、こんなに面白いのに。いや、このすっきりしそうなやつ選ぶのに結構時間かかりました。ね。じゃあ次やるときはザンゲちゃんが問題考えて、あのダメだよ、ネットに落ちてるやつじゃなくてザンゲちゃんが考えた問題だったら俺らやりたい。ダメだよ、文法の矛盾に気づかつかないザンゲちゃんはダメ。いや、きっとザンゲちゃんだったらくっそ面白い問題考えてくれるね。次回ザンゲちゃんの問題を解いてみた、みんなお楽しみに。ちゃんと作れよ。じゃんじゃん。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。